じゃこんにちは、伊高さん。はい。まもなく開幕がすぐそこに迫ってます。いやー、楽しみだね。そうですね、オープン戦も終わって、もうあとは調整をというところでしょうか。まあ、いい調整をしてね、うん、開幕に備えてほしいと思うけども。はい。だけど、ね、なんと、大ピンチ。そう、びっくりします。の球団があります。はい。ね、下に書いてありますけれども。まあ、主力選手が離脱か。うん、まあ、離脱だろうね。うん、まあ、巨人と DeNA に出ました。もう主力も主力の選手ですね。そうなんだよね。はい、巨人の方は坂本勇人。まあ、急に練習を引き上げて、うん、まあ、試合中に病院に向かうという、うん、まあ、そういう事態なんだけども、はい、まあ、自分で歩いてたということから想像してね、上半身の怪我ではないかという。まだね、ちょっとざっくりとした情報しかないですけど、うん、まあ、原監督の話では普通ではないという、うんうん、ということはちょっと重傷の可能性もあるという。そうですね、なんかこうその後にもね、こう2軍から選手、そうなんだよな、岩瀬選手ですか、ね、だから検査だけであれば、うん、まあ、そんな2軍からね、急遽こう人を呼んでとか、うん、湯浅というショートのね、はい、できる選手を呼んで、まあ、試合にも使ったけど、うん、ね、だけど、まあ、そういうことも普通はしないんだけどもね、はい、まあ、だけど考えられるのは、うん、脇腹か、まあ、普通ではないって言ったら、まあ、時間がかかりそうなんだよね。なんか脇腹ってよくね、怪我で聞きますけど、うん、これも1回やったことあるけど、やっぱ丸々1ヶ月かかる。そうですよね、時間がかかるってイメージがありますね。うん、で、筋肉がついてるところじゃないからさ、だから筋肉でグッと締めるっていうこともできないし、うん、だから肉がひっつくまで待たなきゃいけないというかね。肘肩だったら、うん、坂本ぐらいの選手だったらごまかしが効くと思うんだよね。痛くても、うん、ボールを投げれたりだとかさ、うん、いろいろすると思うんだけども、まあ、守備練習にも入ってはやってたと、うん、バッティングの時から抜けたということを考えると、まあ、脇腹系。ただね、うん、坂本の場合は違和感ありながらも、おそらく試合に出て試合感っていうのは残したまま多分離脱すると思うんだよね。だから、まあ、そういう意味では治った時に復帰してくるのは早いと思うよ。離れてた期間っていうののリカバリーっていうか、そういうのは、それはね、イメージトレーニングができる、ゲームに出てるとね、うん、ただ出てないのが逆に DeNA の外国人2人なんだよ。なんと2人とも、外オースティン、はい、まあ、外が手首、うん、オースティンが肘かなんかの張り。いつからだっけ、結構6試合ぐらいもう、そうですね、オープン戦休んだんだよね。うん、そうですね。だからあんまり姿を見てないのよ、この2人ので。外なんか最初オープン戦でポンポンとホームランが出たりだとかさ、はい、非常に、ああ今年はいい状態で来てるなっていうふうに思ったんだけども、だけどゲームに坂本と違って出てないっていうのが、やっぱゲーム感を取り戻して一軍に復帰というね、うん、いうことを考えると少し時間がかかりそうなんだよね、うん、ただ怪我的にはこれ情報によると、うん、オースティンの方が軽いみたいよ。あ、そうですか。オースティンの方が早く復帰してくるみたいなんだけどもね、はい、まあ、2人ともね、札幌遠征なんかも同行はして、そうなんだよね、見たりはするけど出場することはなかったということは、うん、やっぱこう同行するくらいのこう重症ではない、まあ、っていう重症では俺はないと思うよ。いいですか、ね、うん、ただ俺さ、 DeNA を優勝予想してるんだよね。そうですよね、今回は1位 DeNA の予想なんですが、うん、それはもうこの2人がもちろんいるっていうチーム力っていうか戦力の中でですよね。いや、だから大丈夫、やっぱこの時期はさ優勝予想というか順位予想をしてくれっていうふうによく頼まれてて、すごい頭を抱えてますが、うん、まあ、それで、まあ、今年 DeNA にしたんだけども、うん、この記事が出てからすぐ電話がかかってきて、うん、DeNA 優勝で大丈夫ですかって言われたけどね、うん、まあ、そのままでいきましょう、大丈夫ですって。それ大丈夫だっていうのは、うん、やっぱ佐野をキャンプの時にファーストで使ったりだとかね、うん、練習させた。で、楠本というも外野手が非常に状態がいいんだよね、うん、だからそういう意味では危機管理がやっぱキャンプの時からできてるということ、うん、はい、それと、まあ、昨年ソト・オースティンっていう外国人がコロナの影響で、うん、そうでしたね、うん、入ってこれなかったんだよね、はい、DeNA は苦しんだんだけども、はい、今年は戦いオープン戦の戦い方を見ても、うん、そのいない時に足を使ってたりだとか、うん、いろいろ攻撃パターンをいくつも試しをして、うん、それがオープン戦では成功してるんだよね、うん、だからそういう意味ではそんなにバタバタしなくてもいい、オースティン外が帰ってくるまで耐え忍ぶことはできるのかなという状況としては、
去年はコロナでですが外国人選手2名とも間に合わなかったっていう状況は同じですけれども、そうそうそう、うん、対策とすれば、うん、まあ例えば牧の成長があって1年間かけてのね、うん、で、ま、牧というのを4番を任せるという、うん、まあ軸はしっかりしてるというね、うん、ただ相手から見ると外オースティンがいないっていうのはすごく軽く感じると思うよ、うん、怖さという意味ではね。だけどその中に足が加わったりだとか、うんうん、アベレージが加わったりだとかいろいろするとやっぱりいやらしいと思うんだよね、うんうん、だからまあ1ヶ月抜けるっていう風になってくると相当だけど、うん、まあ開幕して10試合ぐらいであれば、うん、はい、なんとか耐え忍んでいけるかなっていう風に思うよね。じゃあもうその開幕後の10試合の結果っていうのはすごく大きいというか、まあまあそうだね、うん、後に影響してくるということですよね、うん、だからまあ選手層も厚くなってきて、うん、まあ、サラがファーストできてたりだとか、うんうん、まあ、例えば牧をファーストにして、うん、二遊間を大和と柴田に任せるとかさ、うん、まあ、いかようにもできるような選手も揃ってきてるんだよね、うん、で太田大志もいるしさ、そうですね、うん、だから楠本左っていうのがね、左対左っていうのを避けるんであれば、まあ、太田大志使ってもいいし、うん、だからそこら辺の危機管理能力っていうのは今年はあの DeNA は高いと思うので、うん、俺はなんとなく優勝から、まあ、2人外れたらさ、もうまあ1年間全くいないっていうんだったら、うん、優勝予想なんかしないけどさ、はい、だけど絶対帰ってくるしね、うん、で手首と肘っていうことになればまあ復帰したらちゃんとバリバリとやってくれると思う。だからまあ坂本の怪我っていうのは箇所は分からないだけにはっきりしたことはなかなか言えないけども、はい、うん、だけどやっぱ精神的な支柱だとかね、うん、チームに対しての影響力っていうことを考えるといるといないのじゃ全く違うということだよね、うん、選手たちもね、周りの選手たちも、まあ、昨シーズンもねちょっと一回坂本選手が抜けた後にガタガタっていう風なところをあったよね、それをちょっと見ていると、うん、ちょっと怖いですよね。ちょっと怖いよね、うん、まあ、開幕いないっていうことになってくると、うん、ちょっと怖さがあるという。 DeNA は昨年の経験を生かして、うん、まあ、昨年もいなかったわけだから、はい、だからどう戦っていくかっていうのは三浦監督の頭の中にはあるし、うん、まあ、大体復帰の目処っていうのは大体立ててると思うんだよね、うん、そこまでどう戦うかっていうことが、うん、DeNA の開幕からの課題にはなってしまったけど、うんうん、だけど俺はやってくれると思う。去年のことが生きるっていう形に、うん、なりそうですかね。ただ心配なのは坂本は、うん、ゲーム感を残したままゲームにずっと出続けたからね、ゲーム感というものに対してはあまり心配はないんだけど、はい、あの外とオースティンは結構離脱したからさ、そうですね、だからそういう意味ではゲーム感を取り戻すのに、まあ、数試合だとかファームで調整するのか、いきなり本番で使いながら調整させていくのか、はい、まあ、ここら辺はまあ球団の考え方なんだけども、うん、やっぱゲーム感がないっていうのがちょっと心配だよね。なるほど。でね、これ書いてなかったけど一つ付け加えるのはヤクルトの中村キャッチャーので、まあ、今月の11日から離脱してんだよね、下半身の張りということで、うん、やっぱゲーム感がないのよ。ここら辺をどうヤクルトもしていくのか、うん、それとキャッチャーというポジションと、うん、6番という打順、うん、昨年その2つがしっかりハマったんだよね、はい、だから中村が本当に開幕は大丈夫って言ってるけども、ゲーム感がどうなんだろうなっていうようなね、うん、まあ、そういうことがちょっと心配。まあ主だった選手をね、うん、まあ、その離脱ということで今話をしたけども、うん、まあ、いい開幕を迎えてほしいよな。こう今までねキャンプからずっと調整をしてきての今なので、開幕に合わせて調整してきてるわけだからね。だからそういう意味ではなんかいい開幕を迎えてほしい。まあ今話した選手はいい開幕を迎えられないけども、うん、だけど、まあ、自分の開幕ってあるわけだからね、はい、うん、出た日が開幕になるわけだから、うんうん、だからその日のためにしっかりした体と、まあ、気持ちを作ってね、来てほしいなっていうふうに思いますね。はい、もういよいよ、はい、もうすぐそこまで来てますので、もうやっと来るなっていう、もう今年オフは短かったんだけどもさはい、そうですね、あ、だけど長く感じたな。うん、でもそれだけ楽しみだし、そうですね、だから今年はなんかみんなの予想、順位予想を見るとね、非常に荒れてるように、そうですね、うん、だからどこが勝つかわからないという、はい、なんかすごく楽しみなシーズンが
まあ、始まろうとしてます。なんか偏った予想はあんまりないので、またそこもね面白いよね、どういう風になっていくのかなっていう。そうだね、まあ、今年は当てたいけど、本当今年こそ DeNA が1位ということ、まあまあね、予想が当たるといいですね。そうだね、うん、はい、はい、